守りゆくランドテイルズオブグレイセス F 実況プレイ。皆さんこんにちは、ワラニです。今回も続きをやっていきたいと思います。前回から連撮りで撮っているんですが、ちょっとねセーブをしようと思って戻ってきたらなんだっけ、チャットが出てきたので、まあいいや、こっから始めちゃおうということで始めました。つながっていく点と線。話の規模がどんどん大きくなってきて、なんだかついていけなくなってきたわ。リチャード陛下の異変から始まり、世界を巻き込まんとする惨事にまで発展したからな。それに今やアンマルチア族秘蔵の情報まで出てきた。大昔にバルキネス・クリアスを狙ったラムダという存在とリチャード国王が同じ行動に出ているのが気になります。多分その理由が今回の事件の鍵になってるのは確かなんだけどな、わかんないや。そしてもう一つなのかしら。ええ、ソフィーですね。みんなもやっぱちょっと気づき始めてる感じなのかな。ねえ、なんかつながっていく点と線ってなってるし、いやーちょっとどうなるんだろうか、みんな無事でいてくれるかな。それだけがちょっと心配なんだけども。じゃあ今度こそザ・ベートの港へ向かいたいと思います。お、ザ・ベートの宿屋さんにも寄ったんですが、バルキネス・クリアスを作ったのは？ラスタリアとバルキネス・クリアスが人工物だと仮定して、一体それを誰が作ったというのでしょうか。やはりアンマルチア族か。バルキネス・クリアスの制御装置やいくつかの遺跡なんかは多分アンマルチア族が関係しているはずだけど、バルキネス・クリアスは違うかも。しかしアンマルチア族以外にあれだけのものを作れる人たちがいるのでしょうか。けど H の蔵なんてものがあるんだよ。バルキネス・クリアスの制御装置を作った記録があるのにバルキネス・クリアスを作った記録がないなんておかしいよ。なるほどな、まだ俺たちには欠けている情報があるということか。ええ、リチャード国王を止めるためにはまだ知らなければならないことがありそうです。割とまだ情報には穴だらけな気はするけど私の理解力がないだけなのかな。そういや、ちょっとまだセーブしてないのでセーブしてから港行きます。さあさあ港へやってまいりましたが、あ、そうか、ここセーブポイントないんだ。なんか久しぶりに闘技島の東にある孤島へ行きたいのですが、船を出してもらえますか。久しぶりにザベートから離れる感じがするな。行けと言われりゃ行くが、あんなところに何の用だ。何にもないって話だぜ。どうしてもあの島に行かなければならない事情があるんです。そうか、あんたたちか。政府から協力するよう通達があったのは。きっとばあ様が相当に話をつけてくれたんだよ。そういうことなら了解だ。準備ができたら声をかけてくれ。ありがたいんですが、準備と言われてもって感じだよな。少しライフボトルを補充したい感はあるけど、まあいいかな。ねえ、なんかわざわざこっから戻るのもあれだし、そのうち宝箱からいっぱい出てくるんじゃないかと期待してそのまま行く。こちらはザベート後発ザベートへの連絡船行きの連絡港行きの定期船乗り場です。船をご利用ですか。おお、出たよ。世界の中心のこと行きますか。すぐ出港いたします。なんかいよいよ最終決戦近づいてきてんのかな、わかんないけど相変わらず寒そうな海だな。もう少ししたらきっとこういう季節になるんでしょうね。雪が降るっていうか、まあ地域によっちゃもう降ってるでしょうけど。さてザベートからどこだ、闘技島がどこなんだっけ。あれ、そんな遠いっけ。
ここにいたのか、ソフィー。海を見ていたのか。アスベル、聞いていい？リチャードは今でも友達？ああ、そうだ。大切な友達だ。もう最初からずっと一貫して変わんないね、アスベル。なんかそういうところが多分強いところなんだろうな、アスベルの。俺にとってだけじゃない、お前にとってもだろ。リチャードと再会した時、誓いの握手をやったのは覚えているよな。でもあの時はうまくいかなかった。リチャードが元通りになったらまたやり直せばいいんだよ。俺たちが友達だということさえ変わらないならいつだってやり直せるんだから。もし私がリチャードを倒してもそれでもやり直せるの？それは俺たちを守るためにそうするというのか。リチャードとの友情の誓い、もう一度できたらこんな気持ちはなくなるのかな。リチャードを倒さないとアスベルやみんながいなくなっちゃうような気がして。リチャードだって大切な友達なのに。なのに私なんで。ソフィーは昔からそうやって俺たちを守ってくれたよな。俺は大人になったらそんなお前を守れるようになりたいと思ってた。だからリチャードのことは俺に任せてくれないか。あいつにも何か理由があるはずなんだ。でなければあの優しかったあいつがあんなことをするはずがない。アスベル、揺れ動くなぁ。いや、もちろんさ、リチャードを救いたい気持ちはソフィーにはあるんだろうけど、でもね、なんかその実際にこう、なんていうの、命を思うね、計りにかけたくないけどかけざるを得なくなっちゃった時に選んでしまうのはやっぱアスベルたちだろうなっていうのはどうしても思っちゃうっていうか、仕方のないことというか難しい言葉で言えないんだよ、こういうの。ここが孤島か。なんかすごい本当に遺跡みたいな感じ。あまり広くはないみたいね。ラスタリアの入り口はどこにあるのかしら。でもそんなに荒れてる感じではないね。島の中を探索してみるか。お、称号決意の青年、戸惑う少女かな。世界の中心の孤島。称号これか。決意の青年、変貌したかつての友との決着を自らの手でつけると決意した青年。あ、待って、この術技は覚えたいな。試練滅天章。新しい術技が来るとなると、うん、覚えるか。先にこっちを覚えて、ソフィーはキュア覚えたいな。戸惑う少女、誓い合った友達と戦わなければならない。戸惑いの中にも少女は使命感を感じた。ライズも欲しいが、今のところちょっとキュア優先かな。よし。で、話しかけたらきっと帰れるんだよね。大丈夫、ありがとう。お、島を探索。リチャード、まだ来ていないのか。それともすでに。いずれにしても俺が必ずお前を止める。どうなんだろう。お、イベントだ。
え、すぐ戦いとかないよね。これが例の縦穴かな。蓋されちゃってるみたいだけど。リチャードはまだこの島へ来ていないのか。みんな空を見て。ちょっと待って。セーブやらなんやらしてないよ。リチャード、その体は一体。でもなんかオーラの色がエレスの色だ。どうなっているんだ。あまりに大量のエレスを取り込んだせいで体が耐えられなくなったんじゃ。怖い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 。リチャード止まれ。これ以上進むな。黙れ。ここまで来たのだ。ようやくここまで来たのだ。邪魔をするな。ちょっと待って。うわー、進むんじゃなかった。軽率に。おお、動きがすごい。防制、各地のバルキネスクリアスの力を得てさらに力を増している。果たしてアスベルの叫びは届くのか。これ負けべとかじゃないよね、きっと。エリクシール、情熱の魔導書、なんだそれ。いや、いけるか。ちょっと回復役もう一人欲しかった気がしないでもないけど、ちょっと術技を見て。雷山章、雷山章か。ちょっとこの辺いじりますね。アーツ技ってあんまり防制ないんですよね。でも人間射撃入ってるから、ちょっとその辺だよね。射撃、人間、思想天元ってやつをやりたいんだけども。攻撃に期待しますよ。おお、なんだ。おお、なんだ。でもなんか人がいっぱいいるからさ、なんとかなるかなって思っちゃう部分はあるよね。まずい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 。でもソフィーとさ、ヒューバートがいるから、ちょっと全員、おっと、逃げた方がいいぞ。なんだなんだ。おお、大丈夫か。大丈夫じゃないな。うわー、ライフボトル買ってくればよかった。いや、こんな立て続けにさ。おお。ちょっと待った。あれがあると思わないじゃん、ボス戦がさあ。よく寝た。うわ、ちょっと、ちょっと、大丈夫か。よくいいぞ。やけどになってる。痛い。うー、ちょっとライフボトルの消費を抑えたいから回復するか。あー、大丈夫。なんてこった。パスカルが、パスカル。ヒューバートじゃないな、自分で使ってもらうか。グレープグミ使っちゃっていいよな。大丈夫か。おっとと、まずい。おお、なんだなんだ今の。ちょっと私も回復しないとまずいのでは。アップルグミでいいか。自分は節約する。ちょっと相手さあ、もうなんだ今、なんだ。鮮血よ、知恵、バラのようにブラッティロス。おー、あ、でもすごい残るじゃん、ヒューバート、すごいじゃん。ちょっと語彙力。うわ、何そのなんかびっくりマーク。なあ、クリティカルとかなんかそういう感じ。いねー。おー、大丈夫か。大丈夫だな。ヒールウィンド。CC が足りないんだよ、CC が。
痛い。これあ、なんとかしてさ CC を貯めたいんだけども、これなかなか うまく当たらないんだよね。ちょっと待って、ちょっと危ない。そしたらちょっと自分で回復するか。グレープグミ大丈夫？ユバト、よしよしよし、避けたよ、今いい感じに。よいしょ、おいてー、おっとよ、あれ、そうなんだ、範囲攻撃ずるい。あっと、止めたい、うわー、まずい。待って、終わったぜ。いやどうしようかな。アスベル自分で回復して、ちょっと大体それ避けれないんだな。おお、なんだ、おお大丈夫か。おっと危ない、もうちょっとだよ。でもうわー、ガードが崩される。ちょっと待って、できるだけ今のうちに。あー当たらなかった。もう演劇派がさ、やっぱ壁が強い、じゃない多いのもあるかもしんないけど、あああの威力が強いんだよね。あ、でもなんかちょ、リチャードの、あ危ない、リチャードのさ、いってー、あの容疑の威力弱くない？パーツさんめっちゃ強かったからさ。おいしょ、いけ。ちょっとあれ日泳ぎで決めたかったけど、まあいいや、勝てた。ギアを強化、あ、覚えてたっけ、そういや、スプリットセカンドをマスター、送風の誇り、こうなってはもう助かるまい。とどめを刺すのがせめてもの情けだろう。待ってください、リチャード、リチャードの声が聞こえる。アスベル、リチャード、苦しい、助けてくれ、アスベル。ああ、今何とかしてやる。死にたくない、消えたくない、殺さないで、僕らは友達じゃないか。また貴様か、またそれじゃ。プロトスヘイスってエイジの蔵で出てきた。違うよ、私はソフィーだよ。リチャード、友情の誓いしよう。そしたらきっと。ソフィー、消えろ。
ビー大丈夫？ソフィー！これは？ソフィー！ソフィー！しっかりしろ！目を開けてくれ！ソフィー！とうとうここまで来た。もはや誰も我を止められぬ。みんな逃げろ。とにかく走れ。このままだと巻き込まれるぞ。パスカル。ソフィー、ソフィー、兄さん急げ。みたいなメデューサのなんかヘビみたいな語彙力、フェンデル攻防編をクリアしましたが、もう少し進んでいこうかな。いやもうすぐにザベート逆戻りじゃん。ソフィー、ソフィー、目を開けてくれ。ソフィー、傷は治ったはずなのに意識が戻らないなんてどうして。ソフィー、気がついたのね。よかった。オスベル、シェリオ、私どうしたの。リチャードに攻撃されて意識を失っていたんだ。リチャード、どうなったの。リチャードはいきなり湧き出した眉のようなものに飲み込まれて、でもまだ死んだと決まったわけじゃない。リチャード、ソフィー、しっかり。みんなはどこ。え、みんなどこにいるの。あなたまさか目が。ここです、ソフィー。全く見えないのか。みんなの顔、少しずつぼんやりしていくの。攻撃を受けた後遺症かな。まさかこのまま放っとくといつかは完全に。ソフィー、ダメ、薬も術も全く効かないわ。どうすればいいんですか。何かいい手は。こんな寒いところに寝かせておくのは良くないよ。ひとまず宿屋に行こう。耳は一応聞こえてるのかな。おお、ソフィーが戦闘に参加できなくなりました。ソフィー、いやーちょっと待ってくれよ。貴重な回復
回復の要なんだよ結構。どうしよう、とりあえずパスカルグッドドレッサーとかにしとく。そんで どうしよう、とりあえずザベートに行く。パーティーはこんな感じでいいか、うん、一応ね、あのヒューバートも回復技使えるんで。いやー、シェリアもそうだけどソフィーもね、キュアとかにかなり助けられてるからちょっと困っちゃうな。なんで突然目が見えなくなったんだろうね。攻撃？あの攻撃かな。ね、なんか目の前でさ、剣からなんかわーみたいな攻撃受けちゃったからかな。それともなんか力の暴走的な感じなのかちょっとよくわかんないけど、ちょっと少しライフボトルを買っていくか、3つほど。はい、でエルスじゃない、エナジーを補充してひとまず宿屋へ行こうっつったよね。泊まればいいのかな。 あ大丈夫かいって心配してくれてる。うん、よし、じゃあ泊まろう。宿屋で休む。容体はどう？やっと少し落ち着いたみたい。よく眠ってるわ、ソフィー。なんか若干輝いてるのは何なんだろうね。アスベル、言いにくいことなんだけど、ソフィーは私たち人間とは違う存在なんじゃないかな。パスカル、今の様子だって人間じゃ考えられない反応だよ。だからソフィーが人間だろうとなかろうと苦しんでいるのは事実だ。諦めようっていう話なら俺は聞かない。ううん、むしろその逆だよ。ねえみんな、私が H の蔵で話したこと覚えてる？私たちがいるところとは別にフォドラというところがあって、そこからプロトスヘイズが来たって話。そっか、フォドラは人じゃなくて場所なのか。プロトスヘイズはバルキネス・クリアスを狙っていたラムダという存在を阻止したとも言っていたな。もしリチャードの言う通りソフィーがプロトスヘイズだったら可能性が一つあるの。ソフィーをホドラへ連れていくんだよ。術も薬も効かないとなると残る手段はそれしかないかもしれないよ。もちろん確証はないよ。リチャードが本当のことを言ったとは限らないからね。だいたいあの記録にあった出来事って気が遠くなるくらい昔のことのはずだし、必ず良くなる保証はないけど、フォドラを目指すのも可能性の一つじゃないかな。そのフォドラへはどうやって行けばいいんだ。俺はソフィーをこのまま放っておくことはできない。今度は俺が何としてもソフィーを救わないと。だから頼む、俺をフォドラへ行かせてくれ。何としてもソフィーを治してやりたいんだ。俺をではなく俺たちではありませんか。おそらくここにいる全員が同じ考えだと思いますよ。みんな本当にいいのか。何を今さらだよ、アスベル。ありがとう、みんなフォドラへ向かおう。俺たちの大切な仲間であるソフィーを助けるために。はい。ああ、それにフォドラへ行くことでリチャード陛下の乱心の理由が判明するかもしれんしな。それはどういう。リチャードがラムダという存在と何か関係があるかもしれないんだよ。リチャードが
ラムダと。その辺の調査もできる限りしないとね。いろいろと分かることはありそうだし、そういう意味でも私たちがフォドラへ向かう意味はあると思うよ。よし、まずはもう一度英知の蔵かな。フォドラへの行き方を調べないと。おバスカル姉様、こちらでしたか。オサカ、初めて見る。船長さんから姉様たちの一大事と聞いてババ様と駆けつけてまいりました。ババ様は総統閣下と今後のことについて話し合われました。エンデルは我々に全面協力してくれるそうです。里にあるエイチの蔵では、今のお前に必要な情報はこれ以上入手できんじゃろ。今お前が向かうべきなのは失われたもう一つの蔵じゃ。そんなところがあったの？かつてアンマルチア族の里は今とは別の場所にあった。そこから立ち去るときに全ての内容を持ち出せず封印して残してきたのじゃ。なるほど。その場所ってどこ？ストラタ国内にあるセイブルイゾレという名の町じゃ。え、セイブルイゾレにあるの？セイブルイゾレか。ここからだと行くのは少々面倒かもしれない。まあ遠いよね。フェンデルとストラタの間に直行便は就航していない。国交がないからな。それならご安心ください。ババ様が総統閣下に船を出していただけるようお願いしてくださいました。船はいつでも出せるそうです。準備ができたら港へ向かってください。それは助かります。ありがとうございます。ソフィーさんのことは皆さんがお帰りになるまでこちらでちゃんと見ていますから。ありがとう、ポアソン。待っていてくれ、ソフィー。必ず元に戻してみせるからな。おお、ソフィー置いてっちゃうのか。まあ確かにこの状態で連れていくのはかわいそう。船はいつでも出せるそうです。準備ができたら港へ向かってください。あれ、セーブルイゾレってさ、前行ったよね。あれ違った？とりあえずもう一回見て、ストラタラチェット。あ、パスカルじゃん。ザベータの船長さんに秘密で工具の輸入をお願いしたんだけど、もし届いてたらよろしくね。へえ、バナナパイ1個だってSP めちゃくちゃもらえるけどね。お、事実より現実よりも大切なもの。ハスカルの言う通り、あれじゃまるで。アスベル、考えていることは分かってるわ。でも私たちにとってソフィーはソフィーじゃない。え？どんな事実、どんな現実を突きつけられようとも、私はソフィーを知れたのが嬉しい。だって大切な人を知ることができるのは嬉しいことでしょ。そうだよな。アイスとは一緒にいろいろな経験をしてたくさんの思い出があるんだ。俺たちはソフィーを守るだけだよな私はずっとそういう風に言ってるわ。シェリアは優しいんだな。な、何よそれ、意味がわからない。おそこで照れ隠しにちょっとツンってしちゃうのがシェリアっぽいよね。はい、じゃあ今回は時間もいい感じなのでここまでにしたいと思います。次回はまた港から、今度はまたストラタへ行くんですね。道中でロックガガンの毛を手に入れることができるかは分かりませんが、まあ機会があったらね、せっかく向かうからやってみようかなとも思います。はい、では今回もご視聴ありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。それではまたね、バイバーイ。